マジカルデスペア続きからやっていきますよ。で、前回の続きで、バスティーヌが誘拐されちゃったんだけども、どうしようか。もうなんか今選択肢選んだところじゃねえか。選択肢選んだ分だと、まあとりあえずは、脳筋思考で、とりあえず行動だと、グラシカルは言ってるんだけども、行動でいいか。探し行くぞ。愛しの彼女を見つけなければな。もう不安で夜も眠れない。あら、行き止まりこっち。あ、行き止まりだね。なんもなかったわ。あ、こっちはあるの、まあ、とりあえずみんなに状況を、ミルフィナとか絶対協力してくれるよな。ってやつだって、あれ話しかけられない。はい、いた。すみません。バスを見ていませんか？さあ、知らないわ。どうせまた誰かの世話を焼いてるんじゃないの？あ、そっか、そういうイメージだもんな、一応。あ、知らないらしい。サザルカさん？なんか、必死に弁明してる？はい。サザルカ様はバスを見ていませんか？お前のバディも世のバカバディのようにうろちょろしておるのか。まあ基本止まることはしないよね。うろちょろしているだけなら良いのですが。あいにくあやつは停電前にエントランスで見た限りだの。そうですか。ありがとうございます。ああ、すんなり見つからなそう。すみませんがバスを見ていませんか？停電前にこの改札奥へ向かうのを見かけたのが最後だ。停電前に。ここにいないということは地下へ向かった可能性があるが。そうですか。ありがとうございます。ちこっこ。グレーテン様はバスを見ていませんか？エントランスで見かけた以外はわからんの。バスはなんなら強いし大丈夫やと思うが心配やな。いい人心配してくれてる。こっちの話が終わったらワイもバス班探すの。ありがとうございます。一応マップで、地下ってどこになるのこれ。エントランス地下。エントランス地下。ここは？もう一回マップ見せて。マップ。ここは地下じゃねえか。ここは1階か。1階だから、じゃあまあ一応、メイビルさんが言った通り地下見てみるか、もう一回。でもいなかったもんね。電話来たの地下からだしな。で、ここはいなかったんだもんな。だよな、閉まってるし。何もない。ただ決闘してた場所だしな、ここは。こっち？あれ、メルロは。今さっき電話の音が聞こえた気がするんですよ。あとちょっとな、タイミングずれてたらメルロアが電話出てたのか。ええ、鳴っていましたがすぐ切れましたよ。誰かのいたずらでしょう。怪奇現象とかじゃないですよね。大丈夫です。確かにこの平駅の東西線は飛び込み自殺も多いので、何か出ても不思議はありませんね。これは驚かすな。ふぐー、かわいい。癒しだ。いないね。地下はなさそうだな。エレベーターも使えないもんな。まあ、いろんなとこ回ってみんなに、とりあえず状況説明していくしかなさそうだな。バロッチー。またですみませんが、バスを見てませんか？バスちゃんはすぐいなくなるね。停電の前に改札付近にいたのを見たのが最後かな。その後は見てないね。見てなしか。こっちか。地下からさっき来たから。こっちは？あ！え？あ、グラシカルどうしたんだ？ムツクモ様の方こそこんなところでいかがしましたか？何かないか調べてただけさ、気にすんな。そうですか。なんか動きが怪しい気がするんだよな。どうしたんだよ、近くには何もねえぜ。あ、行かせろよ。それ止め、なんだよ。何？気にすんな。いや、気にするわ。怪しい。いや、怪しいな、お前。あ！おい！え！速攻死んだんですけど！あ、しかもちゃんと戻してくれる。じゃ、行っちゃいけないってこと？ああ、そういうこと？なにこれ？息子も殺すも、脳筋思考で行くしかないんじゃない？怪しいことに越したことはないしな。早い！いや、返り討ち？返答とかついてるんだけど、ちょ、待って待って。強すぎて勝てない。グラシカル、まあ、戦闘強ではないって言ってらしいな。戻るしかないのか。目の前にバスティーヌがいるって分かってるのに助けられないの？バスティーヌがいるかもだけど。あ、パフューがワンチャン、あれ？お姉ちゃんいないじゃん。どこ行った？ほっつけ歩いてんな。すみませんが、バスを見ていませんか？バスチーいないの？いない。僕はアズチーの方に注意が向いてから、みんなの動きは覚えてないの。
ごめんね。あずちのことで頭いっぱいね。あ、電話がある。あれ、君たちまさか、まさかなのか。一応、ああダメか。どうしようか。戦っても負けるしな。どうしたらいい。勝てねえかんな。もう一回リベンジ。ダメだな。マジかよ。歯がゆすぎる。誰かに助けを頼む。バロッチ、バロッチ。手伝ってくれる？お疲れ様。ダメだ。レベリかリリーユについてきてもらうか。命狙われてて、あ、ギギノセお前。バスがどこにいるか知りませんか？うなこと俺は知らねえよ。ダメか。しかもなんかちょっと空気悪い。なんでこんなに俺に敵意むき出し？すみませんが、バスを見ていませんか？いえ、私はずっとここにいたので、バスさんのことはわからないです。残念。ダメだね。みんな知らないね。レベリとかどこ行った？ここまで来たらもう、イズアラに、あ、ここにも電話ある。結構電話あるな。散りばめられてんだけど。あら、なんもね。どうしよう。あ、ちょっと。いや、今度はどうしたんだい？いなくなっちゃったんだよ、愛しの彼女が。バスが見つからないのですが、何かご存知ありませんか？そりゃ大変だが、俺は知らないね。でも俺は大切なものから離れないよう忠告はしたはずさ。ごめんなさい。無言になっちゃった。え？いや、もうそれはね、自暴自棄になりすぎでしょ。殺さないよ。ダメダメ。これは罠の可能性もある。やめておきましょう。もう一度電話のところに戻って調べてみましょう。え？何これ？何もせず待つってのがあるんだけど。なんか出てきた。なんだあれ。何もせず待ってみる、試しに。え、ちょっと、じゃあ待つよ。そんな選択肢出たら選びたくなるよね。私が電話主の言う通りに動けば敵の思うツボ。ならば私は無駄に動くべきではない。決闘の時間になれば全員が強制的にエリアに転送される。その時にバスを見つければいい。利口な判断な気がするけど、なんかダメなんだろこれ。それから私は投票時間まで待った。二幕はその後、何も起こらずただ時間だけが過ぎた。え？私はバスを待ち続けた。ダメっぽいね、これ。だがそれは間違いだった。もう案の定じゃん。投票時間になってもバスは現れなかった。死んでるからってこと？そして投票結果。バスティーヌは？あ、アズマの20票入ってる。あれ？バスティーヌに2票入ってるし。2幕での死亡者は0。しかし投票の合計数は28。つまり投票したのは14人。バスの分の票が足りなかった。故意に投票していない者がいたのかもしれない。あのバスのことだから寝過ごしただけなのかもしれない。そう信じた。ああ、投票で選ばれたのはアズマの。ああ、とどめ刺されてる。決闘が開始、すぐ、ムツクモがアズマのを殺害。決闘内でバスを見つけることはできなかった。やっぱもう殺されてんのか？そして3幕。全員が転送された開始地点にもバスがいない。ダメじゃんこれ。そこでようやく確定した。バスはもう死んでいるのだと。私はあの時バスを見つけなければならなかった。たとえどんな手を使ってでも。やっぱ殺さなきゃいけないのか、これ誰か一人は。でも殺すなら弱い人じゃないといけないよな、きっと。ああ、ダメだった。もう絶対待っちゃいけないね。これ話しかけたことにはなってる？ああ、一応話しかけてないことになってんの。あ、ちょっ、殺すにしよう。あっさり！意外と弱かった。この結界空間に変化が起きないということは、イズアラは魔物ではなかった。もしくはまだ魔物がいる。となればやはりアズマの様か。考えるよりまず、バレないうちにここを離れないと。電話の主は、私が殺したとどう判断するのか、とりあえずあの電話のところに戻ってみましょうか。了解。なんかごめんな。いやーむごい。イズアラは死んでいます。いや、なんかもう ごめんなとしか言えない。俺のうっかりミスなんて殺す気はまだなかったんだけども、もう押してしまったからな。ちょっと許していただこう。もう平然とした顔でいく。なんか、あ、血の匂い感じんじゃねえか。グラシーちゃん血がついてるよ。あっさりバレた。
なんて嘘。人が悪いですね。ではグラシーちゃん、今すごく焦ったね。これバロクロに殺されんじゃねえか。何かついてると言われたら反射的に見るものですよ。そっか。何か御用が終わりで、それともからかうのが目的ですか。あのね、バロちゃん悪い子は嫌い。あら、あらら、これダメっぽい。バッドエンドっぽい。はい、存じております。あ、いい表情してる。どちらにしようかな。アベベのベ、猫ちゃんの言う通り、何アベベで。バロクロ様は気づいているだろうな、この反応。しばらくくれる。イズアラの剣を白状する。あー、しらばっくれたら殺されそうだな。まあ、イズアラの剣、正直に言ってみる。バロクロ様は察しがいいですね。気づいておられますか。何のことかにゃ。でもどっちが悪い子かな。なるほど、今それを吟味してるところなのか。正直に言う。バロクロ様に嘘をついても無駄でしょう。説明しますか。聞き入れてくれる。なるほどにゃ。事情は把握したよ。信じていただけますか。あー、張り紙やったのはイズアラちゃんだし。あ、そうなんだ。知ってるんだ。イズアラちゃんがいたずらっ子なのは知ってるからね。張り紙の件、イズアラなのですか。そうだよ。でも内緒、グラシーちゃんとバロちゃんの秘密。いやー、なんか可愛いな、お前今回の立ち位置。では、イズアラの件も黙っていてくださいますか。バロちゃんは誰の味方でもないの。猫ちゃんの味方なのよ。猫ちゃん。でも、イズアラちゃんは友達じゃないし、どうでもいいかな。ありがとうございます。おー、とりあえず助かった。とりあえず命は助かった。でもなんか、イズアラがこんなところであっさり死ぬのも、ちょっと嫌なんだよな。あいつなんだかんだ可愛いとこあるしな。また誰かがスイッチを押せないよう見張っている。さすが。状況からの推測だが、先ほどスイッチを押したのはムツクモだと考えている。もちろん本人は知らないと言っているがな。あいつ怪しいよな。俺殺されたしな。アズマの切った方は無理でも、停電の犯人が、ムツクモの可能性はあるってことね。でも証拠があるわけじゃないから問い詰められないし、どうしようもないな。まあ、とりあえず電話のとこ行くよ。え、なんだお前。いや、バスは見つかったか。怪しいよ。もうムツクモが怪しいよ。メモがあります。え、西通路地下。なんだこれ。西通路の地下。行ってみましょう。お前か？お前置いたろ。これ絶対置いたろ。どうした？いやもうさ、すっごいしらばっくれるじゃん。絶対犯人じゃん、君。だってね、一回ムツクモに殺されてるしな。だって階段行って、血見ただけで俺殺されたからね。あれ？こっちじゃないっけ？あ、こっちか。こっち行って、あ、そうだよ。ここで殺されたもんね。で、血がある。おい、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 これ大丈夫かよ、これ。ダメなんじゃねえのか？最悪な流れじゃない、これ。箱があります。焼けるしかねえよな。え？いや、違う。アズマノのお姉ちゃんだ、これ。アズマノ様の、あ、ね。こんなとこで、出てきたと思ったら今さ。こんなむごい殺され方して最悪すぎる。バラバラに切断されている。例えば殺されるか魔物枠かと思ったけども、そんなあっさり死ぬと思わなかった。いきなり、バラバラに切断されている。一体誰が。いや、それよりこれは罠。私が疑われるように仕向けられている。また仲悪くなっちゃう。しかもアズチーと。それでは逆に怪しまれる。死体発見者としてみんなに連絡をすべきか。言うべきじゃないか。ムツクモいんじゃねえこれ。あ、いない。どうしたらいいのこれ。わかんないわかんない。焦っちゃう焦っちゃう。俺焦っちゃうよこれ。あ、やめようやめよう。むごいむごいむごい。そんな何度も見ない方がいい。ちょっとやばいよやばいよみんな。どこ言えばいいんだこれ俺。アズチたちに言うべきなんかな先に。あ？パフュー？もうこれどういう状況？また？アズマノ様が死んでいます。ミスター、もう死亡フラグがえげつない。死亡フラグじゃねえか。もうとにかく殺されるじゃん、この兄弟。あと、安土、もう前回も死んでたしな。おう、グラシカルこんなところでどうしたんだ。お前絶対犯人やろ。アズマノ様が倒れています。アズマノが？お、
先に見に行った。パフュー、あれ、バスイヌ、バス、どこへ行ってたのですか。どこって、そのあたりうろうろ見てただけだよ。別にいいじゃん。すごく心配したのですよ、かわいい。グラシカルは心配性すぎ。そういうのさ、こっちからすると迷惑なんだけど。束縛彼氏嫌いらしい。すみません。まあでも一方的に切れてくるわけじゃないから、グラシカルはいい束縛彼氏だと思う。え、パフューが離れた時はまだアズマノは生きていたそうだけど。こっちは、いやー、二幕のこの時間になって一気に死んだな。二人だよ、助けらんないのかな。え、このままじゃ他の奴らも危ねえんじゃねえの。やめてやめて、殺さないで。僕がイズチーのところに行ってる間に殺されたんだと思う。やっぱりアズチーを一人にするべきじゃなかったんだ。どうするんこれ。もうこっちか。ちょっと待って、遠い。死因は絞殺のようだ。え、刃物武器ではないことから、イズアラの剣とは別の犯人とも思えるが、あえてそう思わせるのが目的とも考えられる。魔法使い相手に素手で殺害するのであれば、それなりに攻撃捨てが高いか、もしくはアズマの自身の防御捨てが極めて低かった可能性が高い。これどうしたらいい？もう一回調べる？死んでいます。あれ特にないね。ミルフィナは話しかけたっけ？何かしら話しかけてんの。あ、グレてる。グレてんだ。あー、これはまあまあまあ。これでまた今度イズアラも見つかるしな。アズネーの死体が西通路地下で見つかったで。何？手足が切断されてひどいありさまやった。だいぶグロかった。血の渇きからイズアラハンが殺されたんと同じくらいやろか。そういやグラシカルが西地下から出てくるとこ見たけどな。おっと、お前言うね。他の方々も西地下には出入りしていたでしょ。グラシカル、イズアラもアズアマノもアズネーもあんたが殺したんじゃないの。え、どうした急にお前。私が、アズマノはあんたに因縁があって敵視してたし、イズアラに関しては私もあんたも嫌ってたでしょ。それには間違いありませんが。なんか怪しいよねこれ。誰かが変化してる。アズマノとグラシカルが関わりある件は初耳ね。あれ、グラシカルは数ヶ月前の討伐の時、アズマネの、あ、誰、アズマネって、アズマノの姉を殺してるんだって。まあそういう話が出てたよね。で、一方的に恨まれて、まあ襲われたよね。え、それでアズマノから恨まれてたみたい。ボロボロ話すじゃん。そうなると話は変わってくるわね。疑われてる。だからもう一度殺し直したっておかしくないし、アズマノだって邪魔だと思ってた、邪魔だと思ってそうでしょ。なんか誘導してる。このバスティーヌ、俺を誘導してる、殺させようと。イズアラは私たちにちょっかいかけてきて、特にグラシカルのことは煽ってたみたいだから。グラシカル、どうなんだ。殺人に関しては否定させていただきますし、アズマノ様の姉に関しても身に覚えがありません。でもアズネーが殺されているってのはアズマノ本人が言ってたんだろう。うん、僕もそれはアズチーから聞いてる。グラシカルってさ、目的のためなら手段を選ばないタイプだよね。殺すのも厭わないって言ってなかった。ねえねえねえ、このバス怪しい。バス、どうして私が不利になるようなことを。もしや私のことを魔物だと疑っている。私と離れている間に他の者から何か吹き込まれた。いや、そもそもバスに信用されていると思うのが私のうぬぼれ。あ、ちょっとかわいそうこれ。あー、なんか嫌だ嫌だ、なんか辛い。ちょっとかわいそうこれ。やめて、二人の破局を俺に見せないで。あー、この空気どないする。こうも疑惑要素が多いとな。念には念を、グラシカルは隔離するということでどうだ。あ、あの個室に入れられる。そうだね、意義なーし。皆様がそうおっしゃるならそれに従います。あ、これバッドエンドっぽくね。おっと、グラハンすまんの。いえ、疑われてしまったのは私の失点です。せやけど東の葉もいなくなってもうて、このままやと次の投票はグラハン危のうな。グラシカルを殺すために東の殺したのか。誘導されたんだ。はい。あ、バッドエンドっぽい。そう、アズマノさや、まあ、え、アズマノ様や彼女の姉を殺した犯人、そして魔物はまだ生きている。私が投票されること、それ自体は構わない。しかしそれは魔物が投票を免れることを意味する。
私が投票で選ばれれば、3幕までは魔物が残ったまま、バディ不在でバスはこのゲームを続けることになる。バスはこれまで未来史においてほぼ1幕、長くても2幕で死んでいた。このままではいずれバスは殺されてしまう。ならば私は魔物を見つけて排除しなければならない。あーってことはこれ殺し回るんじゃないか。なんかそんな気がする。覚悟を持って殺し回りそう。どうやって、どうすればいい。魔物を全滅させればこのゲームは終わる。あー、俺はもう思考が闇と化してる。ならば順番に殺していけばいい。まあそうなるよな。私の戦闘力は高くないけれど、魔物を放置して私が死ぬわけにはいかない。あ、おっと、殺戮ショーが始まる。とはいえグレーテン様の戦闘力はわからない。さて、おっと、でこれで何もせず待つと多分死ぬんだよな。一応話しかけてみる。そういやグラハンはバス班のことが好きやな。もともとの知り合いなんか。私が一方的に知っていたというところでしょうか。片思いなんか。せやね。ええ、バスは私のことは関心ありません。バス班もグラハンの気持ち分かってくれりゃええな。え、これどうしたらいいんだろう。何をせず待つべき。あ、なんかお話できる。グラハンは小説読む会のそこそこに。じゃあ先々週に出たツバメ荘で合ってる、殺人事件は読んだかの。あ、読んだんだ。はい、その作品は読みましたが、微妙な反応やな。事件の推理をするのに証拠が唐突に出てきたことや、犯人が最後に事故死する流れが突拍子もなくて、もしかして、ん、ベニヤマクニコで合ってるかな。作品は初めてかいの。はい、そうですね。ベニヤマ作品はヒューマンドラマがメインの作家やからの。ほんほん。今回の作品も推理者とは本人は言ってはおらんのやが、メディアでそういう扱いされてしもうとるみたいやな。ああ、そういうことなんだ。この作家作品は人生の偶然の積み重なりの中で、登場人物たちがどう生きていくかって部分がメインなんや。ほんほん。せやから新作も推理やのうて、わかんないわ。ごめんな、感じ弱くて。何々事件に巻き込まれた人らの人生のワンシーンを書いた話なんやな。ああ、そうやって聞くと話が変わってくるな。なるほど、そうでしたか。ベニヤマ作品やと、ある夜明けの晴れ間がおすすめやで。今度読んでみます。あれ、なんか、たわいもない会話を過ごして終わってるんだけど。あんな、グラハン、すまんがタバコ吸ってもええかいの。私はタバコの煙が嫌いですので、お断りします。グレーテン様は成人済みでしたっけ？それがギリちゃうから表で吸えんでな。未成年かい。まあもうすぐ誕生日やから5歳やけど。別にワイは不良やあらへんけど、一度癖になるとやめられんでな。ああ、まあでもタバコは中毒性あるって聞くもんね。グラハンは高校生には見えへんけど、20歳は超えてるんかいの。あまり個人情報を出したくないですが、20歳です。マジか、大人びてんな。そういうことはメンバーの中ではワイらが年上やな。年下たちは守ってかなきゃな。おっと。ダメだ、普通にたわいもない会話を繰り返しているだけだ。あー、おとなしくしている。でも何も進まない。そろそろ手出すしかない？あ、もうダメっぽい。やるか。やっと、すごい敵意が。グラハン、どないつもりや。ワイはグラハンのこと信じておったんやけどな。これまずいよ、空気悪くなるよ。残念やわ。おー、なんとか生きて。いや、グラシカル弱い。ダメだ、戦闘においてグラシカルダメだ。グレーテン様はわざと致命傷を外したのでしょう。この時は私は知らなかった。ああ、投票で殺されるためにか。しかし怪我の修復には7時間目までかかってしまった。ああ、やっぱ投票に持っとかれたか。投票時間、グレーテン様はエントランスへ行き、私はこの部屋で一人。結果は当然ながら、まあそうだわな、グラシカルに集まってるわ。選ばれたのは私だった。しかし投票数は20。12か。アズマロと伊沢原様以外殺されたという連絡は聞いていない。それとも誰か故意に投票しなかったのか。ああ、やっぱバスティーヌはいないって感じになってんな、これ。これじゃあ最初の選択肢、ほんと一番最初の選択肢で俺バスティーヌ殺しちゃってんのかな。なんかそんな気がすんな。いや、仮に誰かが死んでいたとしても私に連絡する必要はない。疑われているのですから。そして決闘。
バスのため魔物を殺しておきたかった。誰が敵かわからないのならせめて一人でも減らしたかった。けれどそれは叶わず、私はバスのために何もできなかった。バスなら大丈夫だと信じたい。けれど私は、事後、やっぱなんかダメな気がする。最初のせ、ここに来るの、じゃあ何もせず待ってみる。あ、誰か来るんだ。殺しにかかったよ。誰や。来た。今回のメインヒロインかもしれないバロちゃん。バロちゃんだよ。協力者だもんな、透けて見えとる。バロクロか、どないした。バロちゃんいいこと教えてあげようかなーって。なんや。その前にここを開けてほしいな。用があんならそこで言うてみ。誰かさんに聞こえるといけないから中で話したいな。グラハン、どないする。あ、これわざと誘導してんじゃね。今のうちに殺せってやつじゃないか。とりあえず開けてみようか。お、普通だった。バロちゃん山頂、どのようなご用件でしょうか。ああ、気づいてる？気づいてない？え？できれば探偵的にお願いしたいのですが。何に？もうグラシンちゃんたらせっかちさん。え？あのバスちゃんはバスちゃんじゃないのよ。ああ、やっぱそうだよね。それは思う。もしかして、あのバスは偽物？では、あのバスは誰が？さーて誰でしょう。わかるかな？わかるかな？わかんない。偽バスがいたとき不在だったもの。誰だ？その中でスキルが判明していないのは、ギギノセですか？あの人そんな能力あるの？ピンポーン。なんか似合わないんだけど。マジか。バロハンは、どないしてそれに気づいたんや、嗅覚。ギギノセちゃんのことは実は前から知っているの。わーお、マジか。でもギギノセちゃんはバロちゃんのことを忘れてる。知らないふり、知らないふりしてるのかもしれないけど、悲しい。だって、前に会った時はギギノセちゃん、ギギノセちゃんの姿じゃなかったからね。あれも仮の姿なのか。ああ、だったら納得する。でも追いかけてこっそり見ちゃった。バロちゃんは見たドッキン。バロクロ様はどうして今になってその情報を提供する気になったのですか？私たちのことも疑ってらっしゃったでしょ？私が本当に魔物かもしれませんよ。恋する乙女の表情。実は今さっきの会議でグラシーちゃんに投票する流れになっちゃったんだよね。まあまあまあそうだわな。そうなるよな。でもさ、グラシーちゃん理由がわからないまま死んじゃったらかわいそうでしょ。ああ、これあれか。ゲームを今楽しんでるのか。だから教えてあげたバロちゃんサービス。バロちゃんは誰かの味方でもないけど、グラシーちゃんは仲良しだもんね。よかった。いい子仲間につけたわ。バロちゃんってば優しい。大変ありがとうございます。ついでに知っとること、他にも教えてくれてもええんやで。これでも十分サービスしてあげたのよ。これ以上はダメでーす。ダメか。せやな。バロハン、笑いながらビシバシ警戒オーラは感じるわ。バロクロ様は、ギギノセ様をどうなさりますか？バロちゃんはルールはちゃんと守るのでーす。ではでは、さらばろー。かわいい。なんか今回の立ち位置かわいい、ほんとバロクロが。行っちゃったバロー。あのバスが偽物だったなんて。確かに妙に違和感は感じましたが、なんか一方的に追い詰めてきたような。てっきり私が魔物と疑われていることが原因で、態度が攻撃的なのだと思っていました。まあ、そないことは気にせんで、それより来ない情報はありがたいで。ですが、あれが偽物なら本物のバスは今どこに？心配だよな、これ。もし重傷なので動けないのであれば、早く探さなければ。止めちゃうの？ワイが見張りない以上動かれると困るんやが。一緒に行こう。それに生きとれば決闘で転送されるやろし、エリア内は探したんなら闇雲に動いても意味ないやろ。どうする？はぁ、ちょい待ち。マップか。やつやな、グレーテン。殺そうとしてごめんな。ワイはこれでも更新所バイトやからな。おお、そうなの？探偵さん、バス班の捨て振りは？攻撃全振りですが。ほんとあいつ。そりゃ豪快やの。まあ、前回説明してくれたよね。
攻撃全振りなら最悪壁は破壊できる。部屋に閉じ込められている程度なら自力で出れるはずよ。気失っとるのが厄介やけど、時間が経てば起きるとは思うんよ。ほんほんほん。何かしらのスキルで捕まっとる可能性もあるが、ギギノセハンはすでにスキルが分かっとる。他のもんと組んどる可能性まで考えたら、拉致があかんが。ほんほん。ちょい待ち、攻撃全振りなら移動してはあらへんよな。ないと思う。はい、なので高さがある場所を上り下りしたり、幅がある場所を飛び越えることができません。なのでそういった場所がないか考えましたが、このエリア内には見つからず。確かに一幕にあった西通路の地下みたいな場所は見当たらんしな。横移動ができん場所、バス班が飛べない高さか幅、どこかに縦穴のような場所があればそれが怪しいのですが、ここにはありませんし。縦穴のエレベーター、もしかして違うかな。どうしました？だよね、動いてない。エレベーター動いとったか？動いてない。あ、そういや改札のスイッチは10秒間停電になるわけやが、どっか1箇所は電気が普及しない仕様なんや。2回目の停電の後、エリア内を調べた時、確かエレベーターが止まっとった。もしややが、バス班はその時エレベーターの中に閉じ込められたんちゃうか？早く助けに行かなければ。バス！いや、また止めるの？ちょい待ち、ワイが見張りしとるとな。一緒行こう。ああ、もうしゃあない。ワイが殴れ。どういうことどういうことでしょうか、本当に。しのごの言わんで。ワイを殴れだろうな。ワイはやられてもうた、パタリン。もう、いいやつ。グレーテン好き。動けんな。これじゃしゃあないな。グレーテン様、ありがとうございます。一体何なんだ、この茶番は。いい茶番見せられたわ。はい。じゃあ、ちょっと時間もいいところまで来てるし、今回はここまでにしようかな。はい。次回はグラシカル探しに行きますね。なんかこう、今選択肢を選ぶことでさ、ストーリーがどんどん分岐していくからさ、なかなか難しいよね。どれを選べばいいのか。で、作者さんも多分作るのこれ絶対大変だった。はい。それではシアンでした。またね。